お、うん、あれいる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 、来た、このピクピクしてる、来た、あ、来た来た、あ、ついてるついてる、お上がってくる、釣れた。ヘルメットやか、ヘルメットよし、顎ひもやか、足元やか、顔色やか、今日も安全作業で頑張ろう。では出発します。びっくりした。カメラ持ってきてね。来た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 、あ、来るんじゃない、来るんじゃない。おはようございます。大阪チーム本日午後からは昨日仕掛けた仕掛けを確認しに行きます。帰り道に浮かれて転ばないようにします。以上です。これから超音波が出て、どこに魚がいたのかっていうのが分かる、まあ、その超音波がどれぐらい届くのかっていうのを実験する。海の中っていうのは真っ暗な世界になってるわけですね。でそういった中で魚がどのように動いてるかっていうことを調べた例っていうのはもうほとんどないわけです。私たちはそれを明らかにしようと意気込んでやってきました、ね。はい、父戻ってる時よりよっぽど今のが優雅すごい時間にゆとりがある。コーヒーのいい匂いがしてくる。してますか。全然匂いがないからコーヒーの匂い結構広がるんだな。南極の魚の繁殖生態を明らかにするっていうのが一つと、あとはその環境 DNA を使って、どんな魚がどういうところにいるかを調べる。アイスアルジー、植物プランクトンが集まっているものですね。この氷を生臭方がいいですね。誰も見てないものとかもしあるとしたら、まあ、その新種とかはもしかしたらいないかもしれないけど、明らかになってない魚の生態とかそういうところが見つかるかもしれないなって希望を抱いて。あれ水面までですか、これは。
とりあえずここまで広め どこまで見ます水面までですか。下はイカを赤くしたやつと風船を赤くしたやつ。南極で魚を釣るの、はい、こう難しさってどういうところですか。いろんなところでいろんな釣り方をするのが難しいということですね。開けた穴のところでしか釣りができなくって、乗ってる？お。あ、わかんない。あ、乗った。来た。あ、ちょっと重いんじゃないこれ。あ、またプライヤー忘れた。これは昭和ちゃんじゃない？昭和ちゃんですね。で結構お腹パンパン。お腹パンパンですね。な、これは。はい。はい。水温が0度下回るような環境で生きてても体液、血液とかは凍らないっていう特徴はありますね。魚が生きていく上で極限の環境で生きていくときにどういうふうにすれば生きられるかってことを調べるっていうのは、まあ将来大きな環境変化があったときに今いる魚たちがどうやって生きるのかとか、そもそも生き残れるのかというところを調べる、そのためには生きたまま捕獲しないといけないので釣りが最適な方法になります。よいしょ、昭和ギス。あ、わ、卵、あ、ほら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 、わーすごい、これだ、言ってたやつ、ラングイ卵、口開けて、あーこれ、めちゃめちゃ卵食べてる。うわー、すげえ、わーすごい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 、これ、本当に、もう待ち望んでた魚ですね。いやー、よかったいやー、これはちょっとテンション上がってますねそうそうそう、おー、いいね、うわ、すげえ、すげえ、いい写真ある意味学会の確かに、あー、すごいあー、すごいいや、そう、本当に、ちょっと待って、卵が手にもう残ってない？大丈夫ね、見せますね帰りましょうか、はい、はい、これ見てこれ魚いる魚がいる何してるんでしょうねえ、あー、やばい、帰っちゃう動いてる、これなんすかこれ多分ボウズハゲキスじゃないすかじゃない、見れたね、ですね、海下に生きるやつマジでいた、これと恋の隙間にいるという噂が生で見れたな。いやー、ほんとすげーなあ、それがもうザルで一気にガッていきますよ、ね、穴塞ぐ、あ、いっちゃった、あ、でも大丈夫、これ多分食ってくれる、そっちの方かこっちか、どうだ、食わない、え、マジで